どうも、横須賀の生活です。どうも、今日は一回行こうとして行けなかった岩子継ぎの海鮮料理のお店に行きたいと思います。イエイ、よし。まだ見えません。まだ見えません。まだどっちかは分かりません。やってるかな、やってないかな。カーテン閉まってないっていう名言が生まれたお店ですから。さあ近づいてまいりましたが、今日こそは空いてるでしょうか。ついてるね。お、電気ついてる。カーテンも閉まってない。はい、今日の目的地はこちら、浜蔵さんです。飲んでんじゃないですか。で、触れるかな。さあ、到着しました。浜倉さん、無事営業中でした。でこちらは横須賀の地元のお魚が美味しいと噂なので行ってきます。はい。風の音がすごいボタボタ言ってますな。さすが海の近くです。よし、じゃあ行きましょう。どんぶりとか刺身とか天ぷらなんかもありますね。どうしよう、めっちゃ迷う。動かす動かす。甘足ってどういう意味だ。あからん。なんやろ。ガーシーです。ガーシー暴露しちゃうの、魚全然こうへんっつって。魚全然こうへん。アジフライサラダチキン、いいですね。アジフライは結構横須賀の名物ですな。芝海老の唐揚げ、芝海老の唐揚げ大好き。楽しみ。はい、芝海老食べます。おいしい。はい。おまみちゃん。芝海老って皮が柔らかいから食べやすいよね。いいね。おいしい。熱いね。すごいね。立派。うまそう。タルタルソース。うん。ああ。ああ、ふわふわ。美味しそう。ここ。地魚三種のお造り定食。なんだろう、タイと。わかんない。でも美味しそうな感じで小鉢とかついてます。じゃあこの鯛をいただきます。いただきます。うん、甘くてうまめちゃう。地魚ですね。どういう意味。地魚握り白っぽいね。地魚の白身です。横須賀は白い魚が多いです。だね。多分カンパチ。うん、カンパチ。いただきます。うん、甘くて美味しい。うまみちゃう。同じ感想や。美味しい。ごちそうさまでした。はい、新鮮なお魚で美味しかったです。横須賀でお魚食べたいなら来てみてはいかがでしょうか。はい。はい。食べに来ましたよ。本来普通の人が歩く場所じゃないのかもしれないね。人気がないもんね。
向かいましょう。まだまだ迷ってます。果たして到着するのか。ちょっとなんかジョーミックみたいなエアで今かっこいいかっこいい。ちょっとやってみ。さつき到着、イエーイ。スーパーチーズケーキ、前食べた時感動したのである。こちらがスーパーショートケーキです。新潟に行った時はこれは食べなかったね。そうだね、はい、なので久しぶりです。スーパーリョーちゃん。じゃあ食べちゃってくださもらおうかしら。いただきます。ラムレーズンの味が効いててうますぎる。ソース。あとチェリー。うん。うまい。うん、うまい。あと味もうまい。会社員時代にたまに行っていたヤブヤに行きます。よーし。バスの日。よいしょ。いただきます。こっち側も見せた方がいいかな。うん、辛くて美味しい。食べてきました。美味しかったね。はい、辛かったです。辛かった。明日も踏みます。ボコボコになっちゃうわ。